埼玉県栄養士会に所属しております管理栄養士の川島です。今日は高齢者の熱中症を予防するための水分や食事の取り方について気をつけたいポイントをお話ししていきたいと思います。人は尿や汗、呼吸などで水分を失う量と食べ物や飲み物などで摂取する水分の量を調節して一定の体液バランスを保っています。ところがこの一定のバランスが崩れると脱水症状を起こしてしまいます。高齢の方は水分の摂取量が少なくなることと水分を失う量が多くなることの両方の傾向があり、そもそも脱水症状を起こしやすくなっています。水分の摂取量が少ないことの原因としては、喉の渇きを感じにくくなり、飲む水の量が減ること、食事量が減り、食事からの水分摂取量が減ることが考えられます。またトイレに行くことが大変になり億劫になったりすると、トイレの回数を控えるために飲む水の量が少なくなってしまうことがあります。この脱水を予防するために普段から気をつけていただきたいいくつかのポイントがあります。一つ目は飲む水の量の確保ということです。喉が渇いたから飲むではなくて、タイミングを決めてこまめに飲む習慣をつけるということです。朝起きて飲む、食事のたびに飲む、10時とか3時の間食として飲む、あるいは、入浴の前後、寝る前に飲む、そして外出をされるときには外出の前後に飲む、または外出の時に飲む水を持って出かけていただくという習慣をつけていただきたいと思います。この際におすすめの水分としては麦茶とか、お水、あるいはこういった適量であればスポーツドリンクというようなものもおすすめしたいと思います。この粉末のタイプのものは水で溶かしていただくと美味しくいただけると思います。ただこのスポーツドリンクに関しましては糖分がとても多いので、かえって飲むことで食事量が減ってしまったり、血糖値の高い方には影響をしてしまいますので、飲む量には十分注意していただきたいと思います。2つ目として、しっかり食事をとっていただくということです。食事からの水分摂取量は3食とることによって確保されます。またしっかり食べることで筋肉を維持することにつながり、それは体内の水分量の維持にもつながります。3つ目のポイントとしては、水分の多い食事を意識していただくということです。特に食欲のない時、あるいは食事量が落ちてきてしまった時、ここを意識していただきたいと思います。さっぱりとした野菜スープや薄めの味噌汁、水分の多い夏野菜を使った料理がおすすめです。また間食にはスイカなどの果物やゼリー、そういった水分の多い食品を選んだり、ヨーグルト、牛乳など乳製品を利用していただくのもおすすめです。なんとなくいつもと違う、フラフラする、めまいがするといったような症状があった時には熱中症の初期かもしれません。そういう時は水分だけではなく塩分の補給が必要になります。涼しいところで体を冷やしながら、こういった経口補水液を 500ml 以上飲まれるといいかと思います。例えばこのような梅昆布茶、あるいは経口補水液でもゼリータイプのものもございますので、こういったものをいつでも飲めるようにご家庭で準備をしていただいて、ちょっとおかしいなと思った時にはすぐ飲めるように準備していただければいいかと思います。